いつ、どういった目的で撮られた写真なのか、判然としない古い写真である。取り壊した建物を燃やしているのだろうか。投稿者はこの写真を実家の桐ダンスの中から発見したのだそうである。家族に聞いてみたが、詳しいことは全くわからなかったという。画面中央、たなびく煙のあたりに注目していただきたい。そこに生首のような霊が浮かび上がっているのがご確認いただけるだろうか。なぜこの霊が現れたのか、今は確かめる術は失われている。だが少なくともこれが生きている人間のものではないということは確かである。